皆さんこんにちは、小崎愛です。さあ、漫画好きのための漫画専門番組マンドー小林第71回は朝日ナグ完結スペシャル。小崎愛先生に9年半の連載の思い出、そして次回作の構想なんかを聞いちゃいました。さあ先生、4年ぶりのマンドー小林出演いかがでしたか？いや、もう相変わらずすごい全てを網羅してくるなと思ってびっくりしました、ね、そうなんですよ、はい、まさか数を数えられているとは。そうですね、まさか何の数を数えたんでしょうか。皆さんそちらお見逃しなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は2本立て。いや、朝日ロスがやっぱ今となってずしっときましたね。そうですね、うん、朝日ナグ完結記念で小崎愛先生のところに朝から行って、はいはい、その後は小学館に行って、ホイチョイの馬場さんと、はい、スピリッツの40年を振り返るという、うん、豪華2本立てということで、小崎先生はいかがでしょうか？もう会えないんですよ。ちょっと寂しかったですね、朝日たちと、あれ最後なんて言いましたっけ、その後の話書きますかって言ったら、うん、なんか書かないんじゃないですか、書かないんじゃないですかって言ってました、うん、まあ確かに本当は終わった方がいいですからね。まあそうですよね、まあ、スピンオフはありかなっていうのはありですけど、まあ書かないんじゃないですか、みたいな、そうですね。いや、なんかいつもより小林さんが結構感情込めて、いや連なってきたんですよ途中であれなんか台本あれ台本に書いてないのになっていうところで、俺もやりながら気づいたんですけど、朝日のこと好きになってたみたいですね最後言ってましたね、はい、夏行きが嫌いになってたみたいです、そういうことだった。あれだけ夏行きのこと応援してたのに